日本語教室は主に来日外国人が日本語を習得するために開かれた教室。次の二つの日本語教室がある。各地の国際交流協会や任意団体、個人により公共の施設の一室や個人の自宅などで開かれる教室。毎日数クラス開かれる規模の大きなものから、各種や月に一度一クラス開かれるものまで、主事の形態がある。 日本語指導を必要とする外国人児童生徒が在籍する義務教育所学校に設置されている教室、またはその教室などで行われる日本語指導を指す、固有の施設、設備や常勤非常勤の教師を有する教室から公共施設の一室を借りてボランティアで行う教室まで様々に存在する。文化庁による 日本語教育実態調査平成20年度国内の日本語教育の概要、一般の施設、団体のうち、財団法人日本語、教育振興協会認定施設を除く802施設、団体を日本語教室とした場合、運営者は国際交流協会283、任意団体242、教育委員会114、地方公共団体71などとなっている。 財団法人日本語教育振興協会が認定している施設である日本語学校との主な違いは以下の通りである。以上のことからも日本語教室は主にボランティア教師によって活動が維持されていることがわかる。ボランティアであることから授業料が無料であったり教材費のみ教師の交通費程度であったりという定額で済む場合が多い。学習者は 中国残留法人やその家族、南米の日系人、日本人と結婚した配偶者といった長期定住型の日本滞在をしている人が多いと考えられる。また、多くが成人であると思われる。しかしながら、施設、団体の調査とは異なり、学習者の実態調査は、日本全体の規模では行われておらず、実態は推測の域を出ない。 日本政府からの補助金が出されている場合がある。また不修学児が通う場合もある。日本語指導が必要な外国人児童生徒が一定程度在籍する義務教育所学校には学校の要請により指導担当者として教諭の加配措置が行われる場合がある。それに付随し、日本語指導を行う専用の教室が各学校に確保され、日本語教室と称される。 児童生徒の多国籍化や日本語ができない子のための教室というニュアンスの回避のため国際教室他の名称が用いられる場合も多い。表中の数字は文化庁日本語教育実態調査平成20年度国内の日本語教育の概要一般の施設団体に基づく財団法人日本語教育振興協会認定施設を日本語学校とし それ以外を日本語教室とした文化庁第8回国語文化会日本語教育省委員会議事録より外国人史上の日本語指導に関する調査研究協力者会議編外国人史上の日本語指導に関する調査研究最終報告書外国人児童生徒に対する日本語指導実態調査結果の分析よりありがとうございます